西地区チャンピオンシップ優勝セレモニーを行います。はじめにルテン BC リーグ西地区チャンピオンシップ優勝チーム福井ミラクルエレファンツの田中雅彦監督に、田中雅彦監督にルトン BC リーグ村山哲司代表より優勝盾が、スタンドの皆様へ、一言ご挨拶を申し上げます。試合見させていただいて本当に感動しました。これほど選手たちが成長できた2チームは他にないなというくらい、何が嬉しいか、選手たちが日に日に成長していく姿をファンの人たちも、みんなが見守っていたというふうに思っています。だからこそこんなに素晴らしい西地区のチャンピオンシップを2戦見せてくれたんだというふうに思っています。福井の選手たちの集中力すごかったです。これを最強の群馬に挑みます。群馬はすごく強いです。福井球団はまだ明石海峡を渡ったことがありません。ファンの人もありません。リーグのみんなと一緒にたぬきうどん食べたいですね。群馬と一緒に素晴らしいチャンピオンシップを見せることを期待しています。今日ものすごくたくさんのスカウトが選手たちを視察に来ました。同時に10月25日富山の選手と福井の選手の中に指名が有力視される選手たちがたくさんこの中にいます。今日活躍した選手たちが10月25日に名前を呼ばれることをみんなで祈っていてください。その前に大仕事があります。群馬に挑む福井の選手たちにぜひエールを送ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で優勝セレモニー終了といたします。